たくさん召し上がられますね。少々お待ちください。では今日はホットドッグとハンバーガーを作ります。まずパンを作っていきます。パンの生地にお水を 10cc で混ぜます。パンの型に入れて焼きます。そして今日もポテトを作りましょう。では揚げますよ。いや、揚がりましたね。ポテト出来上がり。ではハンバーグを焼きます。ソーセージも焼きましょう。ひっくり返しましょうね。パンにチーズ、レタス、トマト、そしてお肉、ジューシーなハンバーグ。うわー、美味しそう。美味しそうなバーガーの出来上がり。ホットドッグのパンも焼けてますよ。パンに切れ目を入れます。ソーセージを挟みましょう。そしてケチャップ。はい、出来上がり。楽しみだね。早く食べたいね。お待たせいたしました。ポテトとハンバーガー。そしてホットドッグですね。わあ、おいしそうだ。いい匂い。だってじゃあ私のハンバーグか。じゃあ私のホットドッグもあげるよ。一緒に食べたら楽しいね。